南イリソ車両基地は埼玉県狭山市にある西武鉄道の車両基地である。基地内の一部に所沢市との市境があり、従って狭山市と所沢市にまたがって存在している。新宿線新所沢イリソ間にある南イリソ信号場から分岐し、同信号場を介して列車が同車両基地に出入庫する。開設50周年記念ヘッドマークを検出した。 西部2000系、電車2020年4月1日現在、東基地には10両分の検車設備がないため、重量、編成はすべて、玉川上水へ配属される。2006年から原則として毎年8月下旬の土曜日に、南イリソ車両基地電車夏祭りが開催されている。例年、このイベントでは、車両撮影会、子供の制服撮影体験、運転台見学、 電車との綱引き、戦車台乗車体験、抽選会、グッズ販売などが行われる。また、開催便には新所沢駅から当車両基地まで乗り入れる臨時列車が運転され、基地内に IC カード簡易改札機や切符売り場が設置された臨時改札口が設けられる。当車両基地で下車する場合は、運賃計算上新所沢での降車と同じ扱いになるため、 新所沢駅等車両基地間のみの利用は無賃である。2005年はほぼ車両展示のみで名称も設定されなかった。毎年6月に武蔵ヶ丘車両研修場で開催される西武電車フェスタイン武蔵ヶ丘車両研修場や毎年10月の鉄道の日の前に横瀬車両基地で開催される西武トレインフェスティバルと並ぶ。 西武鉄道の車両基地一般公開イベントの一つである。http://www.seibu-group.co.jp:/railways:/news:/reelase/2012/sfiles:/fieldfile2012-0730 2012万730南、2, 12, 7, 30, gen, PDF 西武鉄道100年アニバーサリー8月25日車両基地を一般公開します。西武鉄道 http コロンスラッシュスラッシュ www.seibu-group.co.jp スラッシュレルウェ s ズスラッシュスラッシュ n e w s r e l e s e スラッシュ2012スラッシュファイルズ フィールドファイル2 0 1 2 0 7 3 0 2 0 1 2万7 3 0十南 PDF2016 年2月10日閲覧。鉄道ピクトリアル2013年12月、臨時増刊合車両所の概要購入者、鉄道ファン2020年8月号付録、大手私鉄車両ファイル。ありがとうございます。